女神橋は神奈川県横浜市中区港未来一丁目と進行を結ぶ歩行者専用の橋。横浜港未来21地区の横浜国際平和会議場付近とカップヌードルミュージアムパークの間の海沿いにかかり100メートルほど上流の臨港幹線道路の国際橋に代わって大岡川の最も下流の橋梁となる。元橋を開始、 林港パーク方面と横浜ハンマーヘッド、横浜赤レンガ倉庫方面を結ぶ歩行者道線が構築される。走行費は4億円で、国費と被災額1億7500万円、横浜市の一般財源5000万円が投じられる。2020年3月、横浜港運河パークを拠点とする、シャイニークルーズの観光船が、潮位によっては助進強化を航行できないことが判明。 国際橋の橋桁に記載された桁下3.5メートルの表記に合わせて桁下高算5メートルで発注されたが国際橋の実際の桁下高は4.2メートルあり女神橋の設計にあたって国際橋の実測は行われなかった横浜市港湾局では橋桁を60センチメートルジャッキアップして国際橋と同等の4.2メートルの桁下高を 確保する追加工事を行うと決めた。当初は同年7月末の開通を予定していたが、これにより大幅に遅れることとなり、同年10月の工事再開後、階段利用限定で同年12月28日に先行開通となった。なお、スロープ部分も作り直すことになったが、2021年3月31日にこの部分も含めて共用開始された。 建設時の仮称は、港未来歩行者デッキであったが、協領名の一般公募が行われ、市内江北区在住の女性による、案、女神橋が採用された。隣接する横浜グランドインターコンチネンタルホテルの上部に、ブロンズの女神像、導きが設置されていること、女神像は、国際平和のシンボルであることから、横浜の発展や、ここに集う、人々の幸福、 世界平和の願いが込められている。ありがとうございます。